第5試合です。吉田麻里子リーチャレンジ7番勝負、いよいよ最終戦を迎えました吉田麻里子選手です。今日はね、7番勝負最後の試合になりました。どう戦いましょうか。相手は堀田選手なんですけど、もうガンガン行きたいと思います。かなりこうハードにね、こう蹴りとかが来るかなっていう気がしますけれども。そうですね。ガンガン来られたら、ガンガンやり返すしかないですね。なんか対策みたいなものを考えてますか？いや、特に考えてないです。今日はもうやるだけと。勝利を期待してますんで頑張ってください。青コーナーです。7番勝負を最後に戦うのは堀田由美子選手です。堀田選手、いよいよね、吉田選手の最後の試合ということで、まあ、7番勝負最後の試合ということになりましたけど。ですね、吉田がこれから全場で生き延び残っていくためにも、どれだけできるかね、確かめたいと思います。かなりね、キックをガンガンまた容赦なく打ち込んでいくのかなっていう感じですけど。ですね、あえて首は狙えませんけど、やっぱりキックには要注意してほしいですね。そうですか。今日はね、また激しい試合になると思います。頑張ってください。第5試合、吉田麻里子リチャレンジ7番勝負最終戦、30分一本勝負を行います。はじめに青コーナーより堀田由美子選手の入場です。赤コーナーより吉田麻里子選手の入場です。第5試合、吉田麻里子リチャレンジ7番勝負最終戦、30分一本勝負を行います。青コーナー、ジャパングランプリ94優勝180パウンス、堀田由美子。赤コーナー、150パウンス、吉田麻里子。レフェリー、笹崎克美。さあ、第5試合です。吉田麻里子リチャレンジ7番勝負もいよいよ最終戦を迎えることとなりました。吉田麻里子対堀田由美子の30分一本勝負シングルマッチであります。後半戦からはですね、先ほど試合を、見事な試合を見せてくれました南鈴鹿選手にお越しいただいてます。南さん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。南さんはこの吉田麻里子の7番勝負、はい、まあ、これまで、6戦やったわけですけれども、はい、どうご覧になってました？そうですね、首で怪我して復帰した割にはすごい動きのいい試合をしているなと思います。そうですか。はい、まあ、ここまでは残念ながらまだ、勝ち星一つしかないんですけれども、まあ、本人はまあ、意外にもそのあまり勝敗にはこだわってなくて、そうですね、とにかくプロレスができたということがすごい嬉しいと思うんで、はい、まあ、勝敗よりもね、まあ、一生懸命やるということを考えてるんじゃないですかね。なるほど、はい。まあ、それにしても今日の堀田戦、これはかなりシビアな、シビアですよね。その1年
何ヶ月休んでて、はい、おっとアリーナ入ってトップグループ全員とねシングルで1回1回戦えるので幸せな方ですよね。そうですね、うん、何年やってても当たんない選手は当たんないですよね。シビアですね。でタイトルまでつけてもらってね、はい、7番勝負という、はい、まあ今軽いジャブという感じでね堀田がラリアット組めがけてね、また吉田選手の場合は見ている側が非常に吉田麻里子に対して優しい目をね向けてるっていう部分があるでしょう、ね、あの思い入れを入れやすいレスラーというか、あのなんでしょう、欠場中に吉田麻里子が大好きになっちゃったファンの方って多いんじゃないですか。早く見たい早く見たいって言って、どんな選手なんだろうってことで、そうですね、でもこれが何ヶ月か続いちゃうと、なんかもう吉田麻里子のプロレスを見飽きちゃうから、本当にもうそこから一生懸命やり始めないと大変ですよね。今はまだ復帰し始めたから、お客さんが声援してくれてるけども、やっぱりこの先がどう変わってくるか、この先ね、はい、結構伸びちゃいましたよね、同期が井上拓子にしても、はい、だから大変伸びてますよ。そうですよね、もう全然違うから、そこまで追いつくのにもっと何年もかかってる。おっと顔面への蹴り容赦ないですね。まあ今日は試合の堀田はまあ首は狙わないで置いてあげようというようなことを言ったんですけども、どうしてどうして容赦なく顔面あるいは後頭部を先ほどから痛打しています。なんか本当に堀田選手あまりにも余裕があるっていうような戦い方ですよね。はい、あの後楽園での井上京子さんなんかも全部、そうですね、吉田麻里子の方が全部の技を出したあとで最後に井上京子ラリアット一発で勝ちました、ね、あれなんか本当にこうなんだよっていうのを見せられちゃいましたよね、はい、まあ、本人がその差の、ね、開き方というのを一番ひしひしと感じた試合だったんじゃないかという気もしますけれども、まあ、ただ試合前にも言ってましたけれども、まあ、それでまたね、まあ、強行一つの目標として、まあ、高いところに目標が持てたというふうに、まあ、かなりプラス思考にこの間の試合は語ってましたけれども、最後その吉田いよいよ7番勝負も最終戦ということになりました。まあ、最後の最後に、まあ、首に爆弾を抱えている吉田としてはあまりにもシビアなこの堀田との戦いが待っていました。吉田がなんとかエルボーパッドで反撃の糸口を掴もうというところ、ドロップキック、もう一発ドロップキック、おっと頭へパンチを入れておいてフェイスロックだ。同時目のスリーパーに移行するか、この余裕の表情は今のね、堀田のあくびしそうになってましたもんね。なんだそれはというねそんな感じの表情でしたけれども、まあ吉田もね、これはもう本当に当たっていくだけで行かないと、こういう技が吉田らしいんじゃないですか。そうですね、本当はできませんからねできない、まあメキシコ流のストレッチ技ですけれどもね、腕を固めてそして肩逆エビ固め、そんなにあの他の選手と同じレスリングやる必要は全然ないですよね、はい、自分のものを作ればいいんですよね、はい、さあロープに逆に振り返されてしまった。ありがとう、うまく側転で返してボディアタックだ。マリちゃんらしいね、今攻めでしたけれども、はですよ、はい、おっとフライングクロスショップがヘッドバットって感じですね。あ、そうですね、頭からやってますね、あのトペアトミコ、はい、かなんかっていう、ええ、おっとセカンドロープから今大丈夫なんですか、ヘッドバット、もう何かあれですね、なんかね、あのトペってトップっていう意味でしょ、頭てっぺんなんですよね、はい、さあ今こちらも変形のまんじ固め、まあそれにしてもね、本当に首に爆弾を抱えながら果敢にそのヘッドバットを打っていくあたりはね、何か肉を切って骨を断つというような、まあ、そうい
った戦法に入れているんですけれども、吉田麻里子攻めてはいるんですけど、堀田がよく見てますよね。まあ終始やっぱりこのなんかどっしり構えてる感はありますよね。よく見えるんでしょうね、うん、あの相手の動きが、うん、吉田どういったところにこの試合切り口を見出していくのか。まずは足攻めなのか、そんなもん聞くかっていうのが今の本当、はい、これが堀田らしかったですね。まあとにかくね、この2年間丸2年ですか、ブランクは。あ、はい、新人のつもりでやるしかないですよね。本当に一から出直すということになるわけですからね。その2年間みんなはやってきたわけだから、はい、みんな見てしょうがないですよね、これね、うん、しょうがないですね。さあ、キレス剣固め、リング中央、ちょっとやっと堀田のこう表情が若干こわばったというね、このキレス剣固めであります。リング中央、おっと、この辺りも意地を見せるか、吉田麻里子。でもああやって一発入れれば必ず堀田選手一発返してきますから、はい、入れてみるのもいいんじゃないですか、たまには怖かったってしょうがない試合ですからね、はい、まあ、決してその、ね、気持ちの上で引いたりとかっていうことは吉田選手もないんでしょうけれども、まあいかんせんもう、まあ、体格差というのもね、パワーの差というのもこれどうにもなりませんからね。今の蹴りも蹴りきますよね。蹴りが蹴りきちゃいますよ、ね、今顔面にもろに入りましたけれども、あと堀田さん一番怖いのはやっぱりあの、例えばフィニッシュのピラミッドドライバーとかカリビアンスプラッシュとかですね、ああいうのもらったら、ね、首を見るのに忍びない技をいっぱい持ってますからね、堀田の場合は。本当に、まあ、吉田ファンにとってもこう、もういても立ってもいられないような、そんな心境で見守っているファンがいっぱいいるんじゃないかという気がしますけれども、今度はリング中央、堀田が逆エビだ、もうびくともしないという感じのね、がっちり入ってしまったこの逆エビ固め、完全にリング中央決まってしまいました。苦悶の表情は吉田麻里子。ここまでのリーチャレンジ7番勝負、唯一長谷川に、先日博多で勝利を収めまして、まあ、それ以外は同期の高子京子含めて薫、そして豊田真奈美に敗れ、今日の最終戦を迎えています。逆エビなんかも辛いのかもしれないですね、あの頸椎脊椎全部結局神経が詰まってる線ですから、うん、はい、まあ、腰をね攻められるのもこれは、あの同じようなダメージがあるのかもしれませんね、首と。あとこれもシビアな蹴りだ、危ない、ストマックにドスンという音が今川崎市体育館館内にこだましました。吉田麻里子大丈夫か。さあ舞台は場外だ、強烈に今本部席頭をかち割らんとばかりに叩きつけていった堀田由美子。さあ吉田が怒ったか、吉田も意地があるぞ、吉田も意地があるぞ、おっとまさか、ああボディースラムか、ボディースラムか、危ない、ちょっと吉田麻里子なすべもなすべもなく、でもちょっと今日元気ないんじゃないですか、うん、今ちょっとね、本部席の机の上で完全にグロッキー状態であります。うーん、あの元気が取り柄っていうところありますからね、ちょっとね、ここまでは、うん、今日は元気ない、はい、まあその今ジュニアリーグ戦もやってますけれども、ああいったその、まあ、新人
っぽさというか、がむしゃらさみたいな、やっぱりぶちかましてますね。緊張しちゃってるんです。緊張しちゃってるんじゃないですか。緊張して先輩と当たるですかね。吉田ですか、はい、あと自分より体重があるんで、自分の方がどうしても動くと、うん、あの体力損耗しちゃうから疲れちゃうのかもしれないですね。あ、それにしても、まあ、そういうことを考えている、まあね、本当に余裕ないですからね、吉田の場合は。おっと、ハイキック打っていった。ハイキックを、おっと、キックで応戦しようというところ、そばっと、そしてエルボーパッと張り手、いやいやいや、打撃技で応戦しようというのか、吉田麻里子。もっと歩いてますね、リングの中。あーっと、円髄。あー、もう終わりだというポーズは、堀田由美子であります。強烈な円髄切り一戦。さあ、今度は何だ？頑張れ頑張れ。お、三角飛びから。うわ、完全に見透かされていた三角飛びからのボディアタック。おっと、張ってんのか。思いっきり張っていった吉田。この辺りからなんとか活路を見出したい。流れ式ブレンバスター。ちょっと腰を押さえてますけれども、カウントは2。さあ、吉田麻里子、ここからどんどん行ってほしい。あ、しかし、あっさりとこの辺りはパワーの差か。もうスタメン切れてますよ、吉田。もうすでにあのブランクというのは、予想外のこのスタミナのね、衰えっていうのはね、やっぱりあるんでしょうね。おっと、さあ、対角線のトペか、あるいは三角飛びブランチャーか。あった、引っかかっちゃいましたよね。三角飛びブランチャー、足を引っ掛けてしまったんですかね、今トップロープで。あー、この辺りもブランクを感じさせる吉田麻里子。今のはね、精神的ショックもこれはかなり大きいでしょう。あー、危ない危ない。おーっと、広角のバックドロップ、あまりにも無謀すぎる。おーっと、カウント2で返したか。返したというか、もう体が横になったということですかね。あーっと、おっと、フライングエルボーだ。エルボーのような形になったが、三角跳び、カウント2。心持ち、本当にロープに乗っていくスピードも遅かったですよね。もうなりふり構わず行ってほしい吉田麻里子。ちょっと、さあ、フライングボディープレス、カウントしかし2。まだまだ足フックするのも面白いですよね、ホッタは。まだまだしかし、ホッタには余裕がある。今の返し方を見ましてもね、エルボーで返して、あー、危ない危ない。タイガードライバーに行こうというところ、ロープに振って、おこちらも吉田の18番であります。モンキーフリップの形からくるっと後ろに回っての回転エビ固め。あ、なんか綺麗に決まると吉田らしいんですけどね、すごくね。まあ、いかんせんやっぱり掘った重いですね。あっと、蹴り落とされたってこのボディアタックは完全に。おっと、うまいぞ、タイガースープレックスを返して、おお、危ない危ない、掘った。あまりにも余裕をかましていると、こういったね、落とし穴ありますからね。そうですね、高さを抑え込み、アワースリーカウント、はい、注意するもんって言ったら、ああいう回転もんだけですよね、はい、ホール技っていうか。さあ、ダブルアームの形に持っていこうというところですが、やっぱり上がらないか。ダブルアームスープレックス、なんとか持ち上げたい吉田麻里子。これなんか今の吉田って感じしますけどね。いいね、パワーの差は歴然としています。あっと、危ない危ない、蹴りの体勢に入ってしまったか。もうどうやらもう堀田もここで終わりかというね、ポーズでフィニッシュへ持っていくんでしょうか。もうちょっともうフラフラですね、吉田も。あっと、タイガードライバーを今度はもう一回逆さを抑え込みから、あっと、エビに丸め込んだ。カウントどうか。まあ、もう今の吉田でスピードがあるかとしたら3カウントがあったかもしれませんけれども。さあ、3度目のトライでタイガードライバーだ。おっと、何をしようか。いやいや、掘った。
非常の攻撃であります。結構ね、非常でありますフライングのニールキック。しかしこれはラーマヒストラル横回転エビ固め、これはどうか、危ない危ない、あまりにも呪い、うん、ちょっとスピードないですね。そこから腹固めですか、で足もフックする、足をフックして腹固め、あ、鼻血ですか、鼻血ですか、血を切ったのか、先ほどの顔面のキックでしょうね。あ、しかしちょっとこれもね、さあリング中央腹固めなんですけれども、堀田ここでロープエスケープ。さあ吉田麻里子、ここから蘇生することができるのか。まあ一度は先ほどのねタイガードライバーで完全に、あーニールキック横っ面を捉えた、痛いらしいですね、もうね、もう見てらっしゃいですよこれ。あっとピラミッドドライバーか、危ない危ない危ない、ピラミッドドライバー、でも本当に吉田麻里子今ついてるところが精一杯、堀田選手だけじゃなくてみんなについてるのが精一杯じゃないですか。無残にもリング中央大の字は吉田麻里子、ちょっと今日はあのスピードもね遅かったですね、うん、いつもよりなかったか、まあ、あるいは昨日からの、まあ、昨日も強化戦でしたから連戦がかなりその首に疲れが溜まっているというのもあるんでしょうけれども、ちょっとまあ最終戦ね、7番勝負の最終戦を飾るにはちょっと残念な内容だったかもしれません。この吉田麻里子、今堂々と堀田由美子がね、まあ一仕事を終えて帰るという感じのね余裕のポーズで今控室の方に戻っていきました。今日の第5試合吉田麻里子リーチャレンジ7番勝負最終戦だったんですけれども、吉田麻里子なすべなく玉砕という結果に終わってしまった今日の30分一本勝負シングルマッチでありました。勝ちました堀田由美子選手です。吉田のね7番勝負最終戦ということだったんですけれども、ちょっと吉田の感触を教えてください。そうですね、あの今のままでまた戻ってきたらまた同じようなことを繰り返す状態になるじゃないですか。やっぱまだちょっとついていけてないという、こっちももうすぐやれば取れるんですよ。だけどそれをね、やっぱあの子の7番勝負ということでどれだけかかってくれるかというのを見てたんですけど、うん、寝技に入る前にもっとね追い込みとかいろいろあるんですけどね、それがちょっと難しいな。でもね、やっぱり1年以上2年近くリングを離れていたらやっぱり私だってもね、すごい選手であっても、ね、他のすごい選手であっても絶対に難しいと思うんですよ。本当に何日間休んだだけでも、もう本当に試合のその感覚がもう取れないですから、だからすごくその気持ちは分かるんですけど、でも、ね、このリングに、全長のリングに帰ってきた限りはやっぱり甘やかすことは絶対にしたくないんですよ。だから私も今まで通り、でも今でも全ね、甘かったですけど、もっと入るとかいっぱいあったんですけど、うん、まだまだ、まだまだ道は険しいという感じですか。そうですね、はい、まあ、とにかく、これからね、まあ、堀田選手自身もタッグリーグ戦後もありますので、これから期待してますので頑張ってください、はい。今ちょっとね吉田選手敗れましたけれども、ちょっと今完全にグロッキー状態ですね。やはりかなり、消耗戦、堀田の蹴りがかなり厳しかったかなという感じがいたします。